は八時半を回りました。宅建節今宵もお届けするのはこの方です。こんばんは。店長です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<laughs> えっとですね。ちょっとまあ昨日。<laughs> 昨日ってこの話を毎回昨日っていつなんだって話なんですけど。<laughs> まあ今日が実質五月の十五日です。はい、でえー、っと昨日ってなると五月の十四日,日。こ <laughs> こまで言うんですよ、ね。<laughs> <ち> <laughs> もう週のスタートですよ。週のスタートに、はいうん、まあ店長もなんだろう。 そう恋愛はいっぱいやってきたんですけど、うん、恋愛をいっぱいしていく中で友達ってなんか徐々に徐々に絞られてきて<ー>男を友達を大切にするっていうよりかも、はい、恋愛を大切にしてきた人なんで、はい、だからなんかあんまりこの限られた今の年になってくると限られた友達しかいなくて、うん、まあ数え切れるぐらいの,、はい、の中の1人が。 ちょっといいろろ部署の移動があって精神的に少し病んでてっていう中で誘われて飲みに行ってそのちょっと飲み屋さんでのお話をオープニングトークで話しようかなと思って結構な額使ってるんでさすがに結構な額使ってただどんちゃん騒ぎして帰ってきたら何の意味もないんでやっぱりラジオに生きるような会話をしないとな って思いながら、はい、<て>自然と <laughs>、はい、あのラジオで使えそうなネタってなんだろうな、うん、で、まあ、この子たちの年相、まあ、女性の年相を聞いて、はい、あこの世代の子たちだったらこういう質問がいいかなとかっていうのをいろいろ頭の中で考えながらやっててで最初なんだろうな、あのー、このメンバーも男同士だと結構なんですかねはっちゃけて騒ぐんですけど女性が中に入ってくると。<laughs> 瞬く間に黙るんですね。<laughs> あんまりなんていうかな、はい、あの慣れてないわけではないけど。はい、ちょっとなんだろうな、初対面とか、うん、あのー、最初の雰囲気は少し黙る。感じなんですね。うんはい、な慣れてこれば。そう、慣れてこれば喋るんですけど、うん、ただなんか、あの前に、先週話した、うん。 トークのなんていうんですか、ねはい、テーマだ例えば今の F.M. 技能1をステージにするとこの夜景まあロケーションを見ながら、はいはい、今の建築中の建物についてあの建物すごいですよねとか、うん、あの建物高いですよねみたいな会話しかできないんですよ <laughs> 極端な話で言うと <laughs>、はいはい、会話がつまんないですね、うん、女性との会話の仕方が下手くそなんですよものすごく <laughs> でやっそれじゃあまずいなと思って、うん、で自分もこの間が綺麗なんで沈黙が綺麗なんですよ、はい、で。 本来だったらお金払ってる、まあ、も昔の多分でもこれ考えですよねお金払ってでこの場を楽しみたいから逆に相手は商売なんで女性たちの方が本来は頑張ってちょっと盛り上げてほしいなっていうのはあったんですけど、うんうん、多分今のご時世そんなこと言ったらいろいろいろんなところから叩かれそうなんで、はい <laughs> うん、そういうことは言わないんですけどってなった時にやっぱり喋らないといけないんですね、うん、自分が。はい、でやっぱあある程度ななんだろうな、あのー 女性をターゲットにずっと喋るわけにはいかないので、うん、とりあえず、まあ、いじりやすいこの友達をいじりながら場を盛り上げてえっとですね最初2人女性ついてで自分たち3名だったんですけど、うん、でそれをいじりながら1人の女性がこのいじってるこの雰囲気がめっちゃ好きって言ってくれたんですよ。 この楽しいってことはなんかこういう男性好きなのみたいな話を聞いたらなんか面白い人が好きみたいな話をしちゃったのであ<ー>あやっぱ今の、まあ、ちょうど30半ばぐらいの女の子だったんですけどその世代多分20代だと顔とかっていうのが多分偏ってくると思うんですけど、うん、30代になってくるとやっぱりある程度ななんだろうないろんなものを経験してきてるから。うん ただ顔がいいだけじゃ、うん、釣れなくなくくってくるんですね、うん、魚釣りと一緒で <laughs> <laughs> ちっちゃい魚の場合は、はい、あの凝った仕掛けをしなくても、うん、バンバン釣れるんですけど、うん、このちっちゃい小魚たちがだんだんそれを何だろうくぐり抜けて経験していったら、うん、もう、はい 簡単ななな仕掛けに引っっかからなくなってくてるんですよでちょうどなんか例えるんだったらその引っかからなくなり始めてきた子ぐらいの感じなんですね、はい、30の仲間の女の子ってちょっと一通り簡単な仕掛けは引っかかってきたよっていうような。はい、う なななんでで顔はもうう全然重視してるよよ感じじゃいですよ一切<ー>そういうのは見てないなでも男の人のこの雰囲気をやっぱ見ててでやっぱ面白い人が好きって話してあじゃあそっかと思ってだったらもうちょっとヒートアップしてもうちょっといじってこの場を盛り上げようと思って頑張ってたんですよでなんかひたすらこのんだろう笑いの場になってってこれをずっと繰り返してて「だろう楽しいだろ」ってこの女の子に話したら。 うんもう疲れたこんなに長いこのなんだろう面白いトークされるのは逆にきつい言い始めてえどっちと思ってそれも言うんですよそれでうんで結構はっきりものを言う子でねなかなか言わないですよねなんか褒めはするけどね褒めるのはストレートでもなんかそそこはストレートに言わなさそうですよねうんなんかもうみたいなそう言われてからあそっかと思って若干へこんでそっかじゃどうしようかなと思ってでももうちょっとちょうど疲れ始めてて無理合い あげるのも、はい、なんかだんだんちょっと疲れたなと思って<ー>でなんかうまーくも閉店間際ぐらいに来てて、うん、閉店間際っていうかお客さんが一斉にいなくなってでまあえー、っと2人いたのがいつの間にか4名ぐらいついてて、はい、であとの2人は、えー、っと自分の友達2人は 2>,、うん、2人の女性と話してて。うん あ、違う、一人の女性と話してて、はい、で、自分三名相手にして、いろいろ話してたんですよ。<laughs> <laughs> で、なんか、その中で、なんか、この。女性の。いいなって思った時の、うん、この、なんだろ男性に対する。変化。って、何が、あるみたいな話をしてて聞いたんですね、うん。その話をしてて。でも、やっぱり。うん。一回目は。あのー、なんだろう。 例えばこの子たちが言うにはやっぱいいなって思ったらやっぱり連絡先聞くって言ってたんですよ。今でで言うすねやっっっぱ聞くててたんですよただそれを聞いていいかどうかはこの1回目の場で見極めるじゃどんなやって見極めるのって話をしてたんですよね。でそしたら自分もこの3名の中でまだあまだって言ったら失礼だなこの子がいいなっていうぐらいの子がいたんですよ人いたんですよ。 で,で最初最初は均等に振っててやっぱ後から不思議と自分も意識してなかったんですけど、はい、この女の子に <coughs> あばっかり、うん、そう質問を攻めしてて <laughs> で、はい、なんかこのなんだろうこの人の、うんまあ、例えばいいなって思った男性がいて、うん、でこの人の番号を聞こう LINE、まあ、を聞こうって判断するのは、うん、その 時の状況で判断するってて言われそれを例え話で一人の女性ばっかにずっと質問を攻めして、うん、他の女の人たちには全部なんか興味を示さないみたいな感じでとましに言われたから、うん、あこれ自分のこと言ってるなと思って <laughs> あ<ー> <laughs> あこういうのって分かるんだと思って自分もとっさだったんで、うん、いやいやそんなことないよって、ねうん、逆に。 なんか気があるとちょっと緊張するから、うん、その横にいる子ぐらいをなんか質問攻めしつつちょっとなんだろうな重要な部分はちゃんと気に入ってる子に振るんだよみたいな、うん、まあでも自分そういうなんか器用なことできないんで、はい、いいなって思ったら自然とここ攻めてたんですね。でやっぱだからいってたんでやっぱだからその場の雰囲気を見て1回目である程度なんだろうあっちもそんなになんか。 まんざらでもなさそうだなって思えば 2>,、うん、2回目その会う機会があるんだったら、うん、その時にアピールするっていう話してて男性とは違うっていうか極端に言店長とは違うんだなみたいな、うん、<laughs> 自分はもうここで傷痕残さないと、うん、逆を言ったら次まあ例えば次もねこのメンバーで集まろうねってなっても。うんうん ここののののメンバーの中のこの子が来るかは分かんなないいじゃないですか<ー>で、このタイミングの出会いがどういうタイミングかは分かんないですけど、うん、次の約束しても確実に会える保証はないんで、うん、やっぱりそこになんだろう自分っていう店長っていうものを、はい、ちゃんとこの人の中に残してされたいんで、うん、そうすれば、まあ、いざどっかで会った時に、うんまあ、なんだろう 次いついつ会いましょうねってなってそれが流れてそれが1年2年先とかってなった時にあんまりなんかインパクトが弱い人って間が空きすぎたら「あれこの人誰だったっけ?」ってなるじゃないですかでもうもっと言えばなんか見ても気づかない場合ってあるじゃないですかでも相手はわかるみたいなのあるじゃないですかでやっぱある程度インパクトは与えないとなって思ってて。 うん、だから自分はちょっと傷跡残すようにするんですけど、はい、なんかこの子たちの話を聞いてて、うん、あ,あそうだなと思って逆にモナミさんも同じ感じですか、うん、1>, 1回目はこの雰囲気を見ます女性のこの攻め方、はい、攻め方っていうか、はい、なんだろうな男性は結構ストレートなんですけど、うん、女性がこの男性とつなぎ止めたいなって思った時の行動パターンを自分も知りたくて、はい、それをちょっと昨日。うん 深掘り深掘りっていうかまあなんかちょっとそこをつつかれたら自分がこの女性を気に入ってるなって途中バレたなと思って話変えたんですけどちょっと深掘りできなくてその後がどんなですか共感できます共感はできますなんか最初でやっぱま様子見てでそのま最初のその一連の流れの中で空気と空気感とかの中でうん。 めちゃくちゃゃゃくタイプだとすするじゃないですか話もなんか話してて、うん、あこの人めちゃくちゃ合いそうだなって思うじゃないですか例えば昨日の自分みたいにミンさん含め3名の女性がいたとして、うん、男の人1人だとするじゃないですか、はい、でなんかやっぱどことなくマナミンさんじゃなくて別の女性、うん、まあ横にいる女性ばっかりに質問とか会話会話のキャッチボールをこっちもメインにずっとしてると。うんはいうん あなんかちょっと無理そうだなってやっぱ自然と思うんですうん私は思う,あ思,う思って早々にああ無理かもなみたいな。でその後はもう何もしないんです、うん、行動しないんですか、うん、なんかもう,なんていうかほ保留ではないですけど、はい、とりあえずもうでき何も一応できないからなんかまあチャンスあればでそこで例えばなんか私が話しかけられる機会があったりしたらはい、はい、まあいい,いい反応はしとくみたいな。 うん。いい反応はしとくけど、なんかそこまでそんななんていうんですか。かまあ焦ってうどうにかして気を引かなきゃみたいなのは多分ないかもしれないですね。連絡先とかは聞かないんですか。<ー>こういうパターンになって次会う機会がもしあったとして。う,う,うん。で、連絡先は聞かないですか。聞かないかもしれないです、ね。どれぐらいのタイミングで。 逆に女性から、だから、この子、まあ、は、マッチョ。どういうあれなんですかね。深掘りする前に、ちょっと責められたから。あれだったんですけど。どのタイミングぐらいで聞くんですかね。って思ったんですよ。だから、この子たちは。2回目。会った時に。1回目の印象が。相手も、こっちのことまんざらじゃないなと思えば。2回目は。もう押、もななもう押すって言ってたんですよ。ちょっと、この押すまでを、トークつなげきれなかったから。 途中でちょっとチャチャ入ったんでこのトークやめたんですけどでもなんかそういう雰囲気になる時とかがあるじゃないですか例えば今の感じだと初めて会うのは例えばそういう何かちょっと何名かいる席ですよねの席でじゃあ2回目も会おうってなった時に一応周りにもそうやって人五つかみんなでんかそういう。 あじゃあ連絡先交換しとこう交換しとこうみたいななる時があるじゃないですかああいうなんか雰囲気に任せるって感じですかね。その雰囲気になれば、うん、一応自分から、うん、連絡先交換しませんかみたいな感じで自分から言うかな <laughs> やっぱこれみたいな人生の中で自分から言ったのってあります <laughs>、はいはい、逆に 相手かからら聞れるな恋恋愛恋愛関関係係でででってことですよね恋愛関係でだから普通に仕事が好だったら,そうそうら聞かないといけないから,らそ,、ね、それは普通じゃないですかだからなんだろうな恋愛絡みっていうか、うん、なんかこの人いい感じだな、はい、また次もって思うぐらいの感じでも全然いいと思うんですよ、うん、それで何か何かして、うんえー、自分で聞くかなないんすねまなみさんぐらいになると。 聞けたらいいなって思う時はあるかもしれないけどなんだかんだ直接的に聞くことはないんじゃないですかね自分は逆に女性から聞かれたら気がない女性だと何気なく流すんですよ。 どうやって流すすんでかそ私も一応聞きたいなって思いはするけどやっぱそこはちょっとビビリなところもあるから聞けなかったりとかする場合もあるんですけど LINE があるじゃないですか LINE ってんか完全プライベートにしたいんですよ自分は。だからんかそのんだろうなトークルームとか友達の中にんかいろんな女性をなんか。 言い真面目に言ってると <laughs> なんかいざなんか LINE 交換しようってなった時に見えるじゃないですか、うん、相手のも一応はああまあまあまあ確かに<で>全部何か何々ちゃん何々ちゃんって入ってたら聞かないっすかでも厳選して女性ほとんど入ってないんですよほとんど入ってないし、はい、だからやっぱんだろう必要だったら残しとくけど、うん、そんなになんだろうなって思う人たちは、はい、まあ この雰囲気的にあんま交換しないといけないなって思ったらやるんですけど交換しないでもいいなって思うぐらいだったらいろいろこ LINE の,の中で自分のつながりが深い人だけやってあとは全部なんだろうこの弾いてるからこれを解除してどうのこうのってやるのが面倒くさいからやらないってニュースはみたいな感じで見られるんですけどでも,もうなんかそれも明るくいって。 あんまり相手に察しないような感じで一応断るんですけどやっぱやっぱ交換したところでなって思う子にやっぱ聞かれるといやこれ交換して意味あるどうするみたいな。どうするって逆に多分あっちから発信したところでどうせスルーするの見えてるんだったら最初からしない方がよくねってしか思わないから。 自分やらないんですね。でも確かにそれくらいの思いっきりがあったほうがいいかもしれないですね。んなんか変に期待させるよりうんですよね。いやちょっとあでも、うんうん、ちょと,とかも言えますけど、女性の場合は、ね、聞くのも聞くのであれだから、ね、やっぱなんか簡単に断るのもな、ね <laughs> うん、っては思うけどでも中途半端な気持ちでもなっても思うんで,、うん、であんまりなんか女性の名前をなんか。 いいろろ羅列していいろろ入ってるとそれはそれでちょっと男としてどうかなみたいなのもあるじゃないですか、うん、だから程よく会話してその場をそのまま切り上げるぐらいが自分もいいのかなだから自分1回目では自分もあ<ー>あまあ、うん、よっぽどですけど、うんうん、やっぱ気に入った人はあれだけど、うん、でも聞かないですねやっぱ嫌われないようにしないといけないからやっぱ最初では自分も聞かないですね。うん 相手から来てくれたらいいなと思いつつでもそういう話になるようにちょっとんていうんですかそういう雰囲気にはもちろん会話の中でそれを意識するんですけどでもあんまりこれを表にちょっとんかあからさまにそれをやりすぎてで相手がんかそれについて普通に会話をなんだろう 変えられると、うん、こっちの、あの、メンタルのダメージがでかくなるんで。<laughs> <laughs> それもそうです。あれなんですよ。賭、まあまあ、けですね。<ー>うん、あんまり、なんか、それをちらつかして、相手がコロ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 会話書いてくると。ああって思うんですね。うん、うん。と、ファミさん、もう一個、はい、この飲んでる場で、あったのが。はいはい、自分も久しぶりに、なんだろう、こんなって飲んでて、うん、まあ、別に、なんだろう。そんなに、めちゃくちゃタイプですとか、めちゃくちゃいいな。 っていうわけではないって言った失礼なんですけど、うん、まあなんかこの中ではこの子が一番合うかなぐらいの感じ、うん、でこの子がパッで抜けた時に、はい、自分のこのテンションの下がり具合を一瞬で感じてから、うん、あやべえと思って、うん、なんかテンションが変わったなって周りに気づかれるなって思うと余計頑張るじゃないですか、うん、あはい、空、うん、回り空回りするんですよえ多分その時で気づいてる大体周りは、うんあはい、まあ多分自分なんか友達はみんな気づいてると思うんですけど、うん 女性あります例えば丸見さんがこう、うん、いるじゃないですかでまあ,あ、はい、3対3ぐらいで持ってるとするじゃないですかで丸見、まあまあ、さんもこの気に入ってる男性と話が膨らんでって、うん、まあそれぞれがまあなんか、はい、それぞれで喋ってるような雰囲気さんさんの中で、うんはい、で、まあ、この丸見さんが会話が弾んでる男性が、うん、もうそろそろちょっと自分はあ明日仕事なので先になりましょうねみたいな感じで、うんうん、その場を去るじゃないですか。うんはい したらテンションって下がります。うん、マネミさんも下がります。あじゃあ下が下がります。そうなると帰ります。うん、逆にもうそうなったら。あいやなんかちょっとちょっと時間置いて帰ろうって思います。あ<ー>、うん、あやっぱそうなんです、ね。はい。あそ,そこら辺は割となんかもう、うんうん、なんかそのその人が一応抜けても、うん、一応まあでも楽しめそうなメンバーとかだったらまあ残るかもしれないですけど。 ああそうなんですかうん、うん、やっぱ女性もそれはあるんす、ね、それって多分あれなんですかねあの何だろうまあ店長みたいに普通の人でもその顔色の変化って見分けられるぐらいなんですかねそれぐらいなんかあからさまに出ていそうですか自分的に自分的に、はい、これ私が、はい、ってことですかはい、ま、さんがなんかあもう帰っちゃったなって思う,うん、うん、なんかこのショックの度合いを周りに気付かれそうだなって思ったことってあります いや出さないようにします。あでそれはバレてないだろうなって思うぐらい演じて一応一応はい何も変わらないようにやってる一応つもりではあるんですけどそれがどうかはわかんないですけど一応でもバレてないだろうな。除バレてないんじゃないかなと思います。おすごいっすね。もう自分モロバレてるなって思う。でもなんか一応バレたら変なじゃないですか。うんいうのがちょっと怖くてなんなんていうんですかそのあからさまに変わったのが周りにバレるっていうのが。 変ななのでどうにかしてバレないようにみたいな感じですかねこれをうまくできればなと思ってでも逆にこうんだろうなそういう場に行ってで後で例えば自分が愛美さんのこと気に入っててでそれで二人で会話して自分猿じゃないですかでその後に残ってる二人に聞いてなんか変化あった っていうのもありなのかもしれないですね。ああ確かに。まあでもそれでもわかんないのかな。<laughs> 男の人はわかんないのから。<laughs> なんか女性のそういうの感じたことあります？ああでもなんか言われてみれば。うん。この人がなんかこの一緒にいた男子メンバーの中で、うん、あこの人が多分人気かもみたいな人が、うん、例えば先に帰るか席外したときに、なんかその女子の温度差みたいな。うん、ああ。 温度差は感じなかったですけど、はいうん、でもまるみんさんが言うように、うん、もうこの人は帰って5分とか10分ぐらいで帰ってくる女性は見るんですよで、<laughs> <ー>それを見たときに、うん、あ、多分、うん、あの人だったんだろうなあって,っては思いますけど、はい、会話の中でそれを察するぐらい変化を見たことないかもしれない行動に出たらある程度そう思うってことですねう ことはじゃこれを知ってればじゃ逆にそうっすよねじゃ例えばまあその酸酸で飲んでてで自分が帰りましたその後に誰か帰ったって聞けばいんですねそうそうそうでその後に誰も帰らなかったって言ったら誰か帰ったみたいな感じでますよいいかもしれないでそれでみんな残ってるんであれば自分はそのなんだろうカヤの外っていうか論外だったってことですよね <laughs> でも、普通に考えて、そうすよね。<ー>あ、これでもいいかもしれないですね。ね<ー>新しい指針かもしれない。ですよね。でも、男性は、だから、昨日ちょっと。まあ、結構、金も使ってるから、うん、いろいろ、なんか、ちょっと、学習したいなと思って、はい、見ててお<ー>お。で、それで、なんか、いろいろ見てたんですけど。はい、やっぱ、女性でも、こう、思いながら、うん、男性を。見ようとしてるんだなっていうのが、自分も分かったんで、うんうん、あ、そういう意味では。 なんかちょっと嬉しいなって<ー>もう常に男性が頑張って男性が持ちかけたこのアクションに対して女性が拾って、うん、でそこから進展していくっていうなんかイメージ、うん、だから、まあ、もう受,けの受け身の状態受身の状態だから、はい、自分から攻めるっていうのは、うん、普通、大体しないのかなって っっててていうのを思ってて、うん、でもこの子たちもなんだろうそんなになガガツガツした系な女子ではないんではいすよ、うん、別に彼氏も欲しくなければ<ー>今のこの雰囲気をただ楽しんでるだけの感じなんですけど、はいうん、やっぱその中でもそんな会話が出てくるってことはあなんか普通の女性でもそういう風に思ってるんだなって思って。うんうん まなみさんぐらいになってくると、まあ、それはそれでそんなにないでしょうねそういういのもか女性寄り切りだと思うんですけど5名、例えばいて、うん、あの本当にあのアホみたいな話でこんなに時間使ってですねどうせだったら全部喋るんですけど、はい、5名いるとするじゃないですか。うん、で昨日もう一個思ったのが、うん えと最初に2人だったんですよ、うん、でその後にまた2人ついてトータルで4名だったんですけど、うん、で最初についた子の中の片方があなんか話してて合うなって思ってて顔もそのなんだろう ストライクゾーンの中にちゃんと入ってたから、うん、あで雰囲気も良さげだしっていうのもあったから、うん、だから年はちょっと離れてるから、うんうん、そこら辺は加味しながらなんだろう会話が合うかなって思ったんですけど<ー>まあそれも普通に合ってたからあれで、うん、でもなんか自分のいつも言う,、うん、もうこの顔がもうど真ん中のなんか女性ですみたいなのを自分いつも追っかけてるんですけど。 そうじゃなくて、まあ、この中で言えばこの子かなって、うん、ぐらいの感じだったんですね。はい、でミン、ま、さん、まあ、女性から見ても、はい、例えば5名しかいません、うん、で5名の中で、うん、ま,あまだこの人かなっていう人があ、はい 1>, うん、1人、はい、1> まあ選ぶとするじゃないですか。で本来だったら まあ100名いる中で、うん、じゃあこの人選ぶかつったら選ばないけど、うんうん、今のこの5名だったら <laughs> 一番この人がいいなって思うとするじゃないですかそういう人って恋愛対象まで発展しますああど,どうなんでしょう。まあ外に出てしまえば 我に変えるじゃないですか?。まあ、そのままよく見える、もちろん周りと比較してるんで。比較するっていうことおかしいですけど失礼ですけど、まあ、そなんか、そういう風にちょっと見るじゃないですか?。ね、その、その場では5名の中の一人。一番、まあ、自分にとっていい。あの、男性なんで。これで終わりって、すいませんね、このラジオ。終了です。何の話をするって言って。